者1走4点、満塁走者1走のツーベース。一方ジャイアンツの先発桑田はこれまでオール完投の3勝1セーブ。この試合も2回まで高木のヒット1本に抑える無難な立ち上がりを見せる。しかし3回簡単に2アウトを取ってから様子がおかしくなってきた。緊張の糸を緩めたのか1番宮里にストレートのフォアボール。続く堀江に須藤監督は相手の気を突く2アウトからのヒットエンドランを命じる。堀江はそれに見事に応えてランナー1塁3塁。そしてバッターボックスには3番のレイノルズが入った。4対0ジャイアンツリード。3回の裏対応2アウト1、3塁ワンフライツーボール。投球は4つ目第4球を投げた。かぶったらアンテイヤトイフラッシュトンネルがバンクを打った。バンクワンバウンドフェンス。ランナー3塁から生還。1ランナー1球2塁を回った3塁へ。レイノルズは2塁へストップ。ランナーに3塁1点を返して4対1。乱戦のツーベース。乱戦のツーベース1点を返して4対1。その差3点でなお2アウトランナーは2、3塁。バッターパチョ2エンド1から第4球投げた。打った三塁後三塁はバックハンドをやバックステップで取った。ランナー三塁から2塁走る。走球石田が走球レイノルズの三塁を回った。今ホームインホームイン。2者生還2者生還。後藤のエラー後藤のエラー。三塁後藤が大事なところでエラーが出て4対3。あっという間に1点差。4対3と1点差に迫ったホエールズは続く4回前の回に守備の乱れで点を与えてしまったショックから立ち直りきれないジャイアンツに対し畳みかけるような初球攻撃をかける。この回先頭の高木がこの日2本目のヒットをセンターへ。4月4割の高打率を誇る清水も初球を叩き1、2塁間を破る。高木はセカンドベースを回り一気に3塁へ。気迫のこもったヘッドスライディングを見せチームの士気を鼓舞する。これでノーアウトランナー1塁3塁。太陽は絶好の同点のチャンス。4対3でジャイアンツ1点のリード。4回の裏ノーアウト1、3塁バッター谷繁第3球を投げたんだ。スタート打ったレッドが上がった。ライトこれは犠牲フライ大きい。ノーアウトノーバッ構えた吉村平には通ったゆっくりと犠牲フライ。ランナーはゆっくりスタートを切りまして今ホームイン。4対4同点です。一方大門は2回以降ジャイアンツ打線を毎回三者凡退に打ち取り立ち直りの兆しを見せた。しかし5回桑田のライナーが左すねを直撃。大門は同点のまま無念の降板となる。急遽マウンドに登ったのは2年目のリリーフエース佐々木。突然のアクシデントに心の準備ができていなかったのかコントロールが定まらない。ツーアウトは取ったが河合にフォアボール。落ち着きかけた気持ちが再び不安に変わる。そんな佐々木の心の動きにつけ入るかのように続く篠塚の5球目河合がすかさずスチール。流れは再びジャイアンツに傾こうとしている。しかし切れそうになった緊張の糸をバックが盛り立てた。この回0点で切り抜け5回の裏を迎える。5回の裏バッター白畑4対4の同点。マウンド上ピッチャー桑田すでに4失点というのは今シーズン初めて。ワンボール2球目白畑打った。あるいはどうだホームランか。入った。白畑1球ボールから2球目ライトスタンドポールにはホームラン。先ほどの打席はライトへホームラン性のファール。今度はものの見事ホームラン。ライトポールには今シーズン初めて第1号のホームラン。白畑今ゆっくりホームイン。太陽勝ち越し5対4。ジャイアンツに対する意地と須藤監督に対する恩返しの気持ちがボールに乗り移った。西武時代に打ってから4年の月日が経っていた。
ゲームはこれから9回の表ジャイアンツの攻撃ですが、遠藤が予想通り出てまいりました。遠藤が出てまいりました。5対4横浜対応1点のリード、白畑にホームランが出て9回の攻防のみでやります。三塁側ですよね、原山さん今ベンチに入りましてね、バットにその滑り止めのあれをかけながらね、ヘルメットに手をかけてますね。あ、そうですか。この回おそらくあるでしょう。遠藤には強いですからね、だんだん出てきてますよ。あ、そうですか。はい、さあ9回の表先頭バッター吉村、ボールカウント2ストライク1ボール、マウンド上は4人目ピッチャー遠藤、第4球を投げた、打った、レフトフライだ、高いフライ、レフト高中とカットばかりの宮下、落下点に今入った、止まった、取った、アウト、ワンアウトです。まだ出てきましたね。ああ出てまいりました。ネクストバッターサークル原田です。使うならば藤田さんも走者のいる場面っていうね形なんだけども、手も足も出ませんもんね。そうですね。バッターは熊田、マウンド上ピッチャーは遠藤です。フォークボールには絶対の自信を持っています。今シーズンは1勝3セーブ、2エンド1、投球はこれから5球目、ワンアウトランナーなし、9回で終わってない、5球を投げた、インサイドストライク、三振。スライダーですか、まっすぐですか。今のはあんまりフォークボールっていうか落ちていませんね。35キロ、ストレートじゃないですか、今のは。そうですかね。まっすぐに見ましたね。バットその相手の境地というかね、裏というか、熊田の方は一つぐらい落ちる球っていうのは頭もあったと思うんですよね。だからさーっと来られちゃったんで、全然バットをぴくりとも動きませんでしたね、今のは。そうでしたね。さて、バッターは遠藤に強い原でやります。10年間遠藤に強いですからね。そうですね。入ってから。ね、まあ、局面が局面なんだけど、ちょっとアキレス腱の具合も悪いとかいうね、情報があるんだけど、そんなこと言ってられませんね。本当ですね。一振りにかけるでしょうからね。はい。原はホームラン今シーズン4本を放っています。阪神の右の中田。そして藤本修司、広島長友に太陽中山、読みのピッチャーからホームランを打っています。一発が出れば同点、5対4で太陽リード、9回表ツーアウト、マウンド上は遠藤です。1球目ピッチャーが1球を投げた、インサイドボール外れています。昨年は4打数1安打ですが、その1安打が遠藤からの満塁ホームラン、ね、これが2人の成績です。気負けしないことですね、遠藤の方は。はいはい、まあ、ツーアウトまでポイントつけてるんだけど、ワンボールからピッチャーは遠藤、原に対して2球を投げた、インサイドボール2、慎重ですね、押し込め、初球はインサイドのシュートボール、今のは外角ですね、はいはい、まあ、次が、まあ、ジャイアンツももう追い越しそのピンチスターいないしね、上田なんだけど、この分かりませんけどね、はいはい、この3になっちゃうようなことになると無理に勝負しないかもしれないしね。あ、そうですか。ノーツー、ワンダウン、ツーダウンでランナーなし、5対4で太陽1点のリード、9回の表ジャイアンツは絶対絶命です。ツーアウトランナー、しかし一発が出れば同点でやります。仕切り直しです。長いサインの交換を腹に拾っています。ボールカウント、ノーストライク、ボール。試合が始まってから まもなくあと3分ほどで3時間になろうというゲームでやります。ボールカウント、ノーストライク、ボール。投球は3つ目、遠藤は第3球を投げた、真ん中へストライク入った、スピードを殺して真ん中へチェンジアップ、ボールカウント、ワンストライク、ボールでやります。神宮球場、ヤクルト広島、8回の表アレンと小早川のタイムで2点、8回攻撃中で9対2、広島大きく7点のリードでやります。ボールカウント、ワンストライク、ボール。ツーダウンでランナーがありません。9回の表ジャイアンツの攻撃、5対4で横浜対応1点のリード、バッターは原で、ボールカウント、ワンストライク、ボール。長いインターバルでピッチャーの遠藤、ワンツーから4球を投げた、速球打線、そうなんですよ。だけど強いところでここまで声つけててね、
ちょっとまあ失効とは言わないまでもね、これはもう狙いしましたように来ましたね。ねえ、まあ太陽は諦めきれません。諦めきれませんね。攻撃に入ります。がっぷりこれで4つに取りました。ピッチャーは木田が登板してまいります。とうとう土橋さん、木田を持ってきましたね。もうやっぱり欠場、してたから土壇場で持って同点にしてくれたしね、やっぱりこのゲームは落とせないっていう気持ちでね、木田を積み込みましたね。バッター宮里、マウンド上は木田、ワンエンドワンから3つ目、第3球を投げた、速球打った、ピッチャーライナー、破った、センターですね。宮里が普通ならばグラブ当たるんですけどね、低めのね、すごいあの速さで飛んできましたからね、止められませんけど、それにしても素晴らしいバッティングやりましたよ。そうです ね、 バッターは堀江、バントの構え、マウンド上ピッチャーは来た、1球目1塁牽制、あっと逆を突かれました。もうとにかく球玉がいち早くバントシフトに入った、そうですね、逆を突かれた、危なかったですね。危なかったですね。それとまあ初球やるかどうかは別にしても、相手のあのまた守備隊形を見ながらね、まあいろいろ変わるケースもあるかもしれませんけど、この場面はもう3番4番につなげる意味でもね、正確なあのバントが欲しいですね。太陽は9回の裏ノーアウトランナー1塁、太陽8安打、ジャイアンツ3安打、5対5同点。ノーアウトランナー1塁、バッター堀江対1球投げた、初球バントした、ピッチャーは飛車取った、強い当たり、当たりです、セカンドはダメ、1塁アウト、セカンド投げなかった、投げればアウトのタイミングではなかったかと思います。なかなかあの打球の方も死んじゃいなかったしね、ところが木田がマウンドを降りるときに、ね、ちょっとなんか足引っかかったような感じでね、よたれたっとしたでしょう。ああそうですか、ね、それでセカンドは見たんだけど、一塁にあのね体勢悪かった、体勢悪かったですね。正確なボール投げられれば別なんだけどね、まあ、野戦になるケースもあったかもしれませんけどね、それにしてもまあ型通り送りましたよね。送りましたね。レノンズと勝負しないかもしれませんね。こうなればね、はいはい、1点ですからね、もう一塁ランナーは関係ありませんからね、こうなればね、敬遠です、塁を詰めて、あるいはパスレックで、速球でダブルプレーってこともありますからね、ね、はい、まあ、しかし座ります、座りましたね、座ります、座ります、バッター、レイノルズ、マウンド上はピッチャーは木田、1球目、ランナーを見た、セカンドランナーを見て、9回の裏、第1球を投げた、速球打った、いい当たり、左中間。レンナインが飛び出してレイノルズを迎えます。木田が飛ばしたわずか5球で敗戦ですからね。レイノルズ歩かすと思ったんだけど、いきなり初球から打たれちゃったでしょ、ちょっとあの原のホームランの余韻が残ってたとしてもね、ちょっとあの藤田監督の采配にしてはね、ちょっと私できないですね。レイノルズの来日初のサヨナラヒットで競り勝ったホエールズは昭和48年以来18年ぶりの4月単独首位。一方のジャイアンツは6年ぶり、藤田監督では初めての4月 B クラス、まさに日の出の勢いのホエールズの戦いぶりが集約されたような一戦であった。チームの頑張りというのがね、すごかったと思うんですね。やっぱり先取点を4点取られてて、それで追いついて、ああいう形で、勝ち越したんですけどね。ですから、やっぱそれがチームのキャラクターでもあるし、自分が活躍できないときも、他のチーム頑張ってくれますから、大変嬉しいと思います。守りといかにもらしい攻撃で明暗くっきりの始まりとなりました。中山に対する2回の広島は2塁1塁で笹岡のこのショートゴロ、落ち着いてさばいたはずの堀江の送球がそれて気がつけば1点、太陽にとっては悪夢へのプロローグでした。打線も走るストレート切れる変化球の笹岡の前に序盤全くの沈黙、一方でやること全てが表に出る広島は押し出しとヒットで3対0としたところで4回裏、今シーズン3度目の4番起用西田が登場します。右殺しの面目役所、逆をついて高々と第1号スリーランで一気に6点目。一塁ベンチのスタンドは大いに沸き返り、太陽ベンチが青ざめて静まり返る中、広島5回には2番手佐々木に襲いかかりました。まず翔太が今日3本目のヒットで、これが7点目のタイムリー。5月の声とともに復活の兆しを見せ始めたクリーンナップにつなげば、野村は痛烈にレフト線、我慢の起用が実を結んだアレンのチャンスに長打と、終わってみれば広島先発全員安打のウハウハ12点、太陽はその後もおとなし、屈辱的大敗のおまけ付きで首位を明け渡しました。